と、それでは、表題のタイトルの文献を丸山が紹介します。はい。で、そのワードエンベディングと、センテンスのエンベディングの話なんですけど、はじめに、そのワードエンベディングって、こう、いろんなところで、その、なんか、有効性みたいなのが示されています。で、ただ、フレーズとかセンテンスの単位になってくると、それを一つのベクトルで表すっていうことがちょっと難しくなってきます。で、ここでは、その汎用的な文の意味表現というものを作りましょうという話で、そのために、含意関係認識のデータセットを教師データとして、その汎用的な文の意味表現というものを作ります。で、作ったものを、その教師データとは、その含意関係認識とは別な12のタスクでこう、評価してみて、結果としてその YLSTM の、とマックス YLSTM でマックスプリングしたものが、ベストな結果でしたというような話です。で、最初にその教師データのについてのちょっと話です。で、教師データにはこのスタンフォード、SNLI というものデータセットというものを使っています。で、これは57万分ペアあって、で、人手で、含意なのか、矛盾なのか、それともなんか中立なのかっていうこの3つのラベルが振られています。で、例がこの下の表が、そのラベルの例です。はい。で、この教師データを使ってそのエンコーダーっていうものセンテンスエンコーダー部分を作ります。で、そのモデルの全体の概要がこれになってて、さっきの2つの文ですね、このそれぞれの部分っていうものを別々なエンコーダーを用意してやってエンコーディングして、で、文の表現その U と V のベクトルを作ってやって、それをコンキャットとあとは要素の差と要素積の3つ計算してやって、それをこの3つをもう1回結合して、で、その後にこの3次分類を行うというような全体な感じが、全体のモデルになっています。で、使う部分はこの、最後に使う部分はこのエンコートレーニングした後のこのエンコーダーの部分 で、ここに、7つのモデルを、提案しています。で、7つのモデルが、こんな感じになってて、ちょっと概要だけ順に説明していきます。で、最初にこの3つなんですけど、LSTM GRU は、その単語を、順番に入力してって、最後の、隠れ層のベクトルを、文の意味表現として使おうというものというモデルです。で、あとは、名前そのままなんですけど、双方向の GRU というものを用意してあって、それぞれの、最後の隠れ層のベクトルをくっつけて、それを意味表現に使おうというようなモデルです。で、次にこのバイディレクショナル LSTM のについてです。で、図に表しているのはマックスプーリングのものなんですけど、順番に双方向の LSTM にこう順番に入力してあって、で、それぞれの時点での、マックスプーリングを取って、文の意味表文のベクトルを作るというようなモデルです。あとは、このアテンションがこう用意されていたりとか、その畳み込みで、4つの層があって、それぞれの、マックスプーリングを最後にくっつけてやるっていうような、モデルですの7つです。で、この、7つのモデルを、その12のタスクで評価をしています。で、タスクは、なんかこんなこれくらいあって、で、今は、このキャプションの方はちょっと今日は話をしないで、ここの部分についての評価のみ話をします。はい。で、そのさっきの12のタスクの中の、10個ですかねが、こんな感じになってて、上の表が、クラシフィケーションのタスクになってて、その中でも、感情分析とか、あとはなんか商品のレビューとか、あと問題の、分類
クエスチョンタイプとかいうのがあります。であとは、その含意関係認識の、まあ、これは一番上が教師データに使っているもので、あとは、その文テキストの類似度を取ったりとか、あとパラフレーズのディテクションとかいうようなデータになっています。はい。で、結果です。で、最初に、7つのモデルの比較についてちょっと説明します。で、で左側の表に、最初に注目してください。で、この NLI っていうのがこの教師データとして使っているもので、開発データの結果と、あとテストの結果を示しています。で、その隣のトランスファーっていうのが、そのさっき説明したタスクの平均値、全体の平均値を表しているもので、ミクロっていうものが、そのデータの量に合わせて重み付けして、正解率を出したものです。で、マクロっていうのが、その重みは全く考慮せずに平均を取った結果になっています。で、結果に注目すると、この教師データにおいても、それとは別なタスクにおいても、この by LSTM のとマックスプーリングの結果がベストであることが分かります。で、またちょっとここの2つのモデルの比較に注目してもらいたいんですけれども、その教師データの中でちょっと低いスコアであっても、それが、必ずしも別なタスクにおいてもこう低くなっているわけではないっていうことが分かります。なんで、この by LSTM のミーンプーリングは、教師データを学習しているときに、それとはなんか別なある情報っていうものを学習できているんじゃないかっていう見方ができます。で、逆にそのインナーアテンションっていうモデルは、その教師データに直接関係ある部分っていうのをすごくよく学習しているような結果で、まあ、他のタスクではちょっとスコアが低くなるっていうような結果になっています。はい。で、次にちょっと右側の図グラフに注目してください。で、これは、横軸が、エンベディングのサイズで、縦軸が、ミクロの部分の結果になっています。で、エンベディングのサイズを増やしていけば、正解率上がるっていうのはそんなにこう不思議な結果ではないんですけど、ポイントは、この縦軸がミクロっていうそのトランスファーのでの結果であって、で、そのエンベディングのサイズを増やしていくことで、その教師データとは直接関係のない何らかの意味を、学習できる、幅が増えていくっていうのが、この YLSTMAX とかインナーアテンションのモデルなんじゃないかなということが分かります。はい。で、あとは、それぞれのタスクでの比較です。で、上のここの部分が、アンスーパーバイズドのモデルで、あと下のここの部分がスーパーバイズドのモデルになっています。で、そのアンスーパーバイズドで、多分これが多分ステートオブジアートなモデルなんですけど、まあ、それと比べてここで提案しているモデルっていうのが、まあ、いろんな全部全てではないんですけど、まあ、いろんなタスクで高い結果を出しているということが分かります。はい。で、このスーパーバイズドの部分に注目してもらうと、多分この上の部分っていうのが、教師データを教師データキャプションとか、辞書とか NMT とか、PPDB を教師データとして使っているようなモデルで、それと比較しても、今回教師データとして使っている含意関係認識のデータを使った方がいい結果であるということが分かります。で、
また、この SNLIT のちょっと拡張したものを加えたのがこのオール NLI というモデル、あ、オール NLI というデータなんですけど、それを使うと、まあ、ちょっと SNLI の時よりも、精度が向上するというような結果です。はい、とまとめです。とここでは、教師ありの汎用的な文の意味表現というものを作っています。でそれを、12個の、タスクで比較をしています。で結果としてそのバイ LSTM マックスプーリングのがベストだということが分かりました。以上です。